スコットランド貴族である。1703年に、初代ローズベリー死爵アーチボルド・プリムローズが受釈されたことに始まる。ビクトリア女王のもと、1894年から1895年まで、イギリスの首相を務めた第5代ローズベリー伯爵、アーチボルド・プリムローズは、ピューリタン革命期に、数密飲食機関長を務めて、 王答派として行動した。そのため大陸亡命中のチャールズ2世が、共和世紀の一時期スコットランドに上陸して、スコットランドを即位を宣言すると交遇され、1651年8月1日には、ノバスコシア順弾尺くらいの順弾尺に乗せられた。その直後チャールズ2世は、ウスターの戦いで、クロムウェルに敗れて、再び大陸へ亡命していったため、 プリムローズも辞書でのイントン生活を余儀なくされたが、王政復興後には再び栄進し、記録管理長官やスコットランド、最高裁判所長官など法律職の要職に、任じられるとともに1661年2月には、スコットランド報復貴族キャリントン卿。この家系は1703年に、スコットランド貴族社位プリムローズ死者を得ている。一方、キャリントン卿。 アーチボルドの三男であるアーチボルド・プリムローズは1695年から1700年にかけてスコットランド議会議員を務め1700年4月1日にスコットランド貴族爵位ローズベリー死爵とプリムローズイコールダルメニー卿に助せられついで1703年4月10日にスコットランドスーミツ古門館に列するとともにローズベリー伯爵インバーカイシング死爵。 ダルメニーイーコールプリムローズ教の3つのスコットランド貴族爵位に助せられた。1723年10月20日の初代博の死後は、その唯一の息子である、ジェームズ・プリムローズが二大博位を継承した。二大博は1741年5月8日に、本家筋にあたる、糸恋の、第三代プリムローズ死者区ヒュープリムローズが子供なく、死去したことにより、 第6代順番尺位を継承している。その孫である4代伯爵アーチボルド・プリム・ローズは、就職前に、イギリス庶民員議員を務め、就職後もスコットランド貴族の貴族代表議員として、イギリス貴族院議員を務めた。1828年1月26日には、連合王国貴族、ローズベリー男爵、 バッキンガム州におけるメントモアのメントモア子爵、サリー州におけるエプソムのエプソム男爵に除されている。五大伯の死後、その長男、ハリー・プリムローズが六大伯爵位を継承し、六大伯の死後はその次男、ニール・プリムローズが七大伯を継承した。2016年現在の当主も彼である。伯爵くらいの法廷推定相続人は、 ダルメニー教の儀礼称号で称される。ただし現在の七大博は、創生した、イボアニ・アーチボルド・プリムローズと同じ儀礼称号を、用いるのを避け、プリムローズ教の称号を用いていた。ローズベリー伯爵家の邸宅は、スコットランド・エディンバラのダルメニーにある、ダルメニーハウスである。また1977年までは、イングランド・バッキンガムシャーのメントモアにある、 メンとモアタワーズも所有していた。現当種ニールプリムローズは以下の爵位、順断爵位を保有している。ありがとうございます。